もともとデジタルでデザインすることが好きということもあって、以前、香港で開催されていた 3DCAD の、講義に参加させていただきました。その時に 3DCAD が海外のいろんなアパレル企業で使用されているということを知って、ぜひ使ってみたいなと思いました。もともとは 3DCAD のことを知っていて興味がありました。 3DCAD を使っている会社もありますが、今まだ使える人が少ないので、学生のうちに使えるようになれば即戦力として会社で働けるのではないんですかと思って、実際に 3DCAD を利用して服作りをしました。形にした状態が瞬時に分かるのがとてもいいと感じました。カラーチェンジなども容易にでき、カラーバリエーションなども一瞬で見ることができたので、とてもデザインしやすかったです。またプリント生地の大きさや配置なども実際に形にしたまま見ることができたので、デザインの幅が広がるなと感じました。ソフトは日本語なので難しいかなと思いましたが、実際に使ってみたら操作を慣れればあんまり難しくなかったです。自分が作りたいイメージを 3D で確認しながら、 T シャツの丈を短くしたり、糸と生地の配色を考えたりして作れたので面白かったです。授業や個人でデザインしたものを 3DCG 化してポートフォリオをよりリアルに仕上げたりしたいなと思いました。また紙や布の無駄を少なくすることができるので、今後いろんな会社が取り入れるのではないかなと思い、就活にも役に立つのではないかなと思います。